はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、タカラトミージョジョキューブタッチです。はい、これは iPad とアナログキューブを使って遊ぶ新感覚のチークトイで、街づくり遊びができるキューブタッチ街と生き物遊びができるキューブタッチ生き物、この2バージョンがあります。10個のアナログキューブで画面をタッチして遊ぼう。アナログキューブを置いたり引いたりひねることでいろんな遊びが可能です。ではレビューしていきます。まずアナログキューブを出しましょう。箱を開けると、よっと、はい、このように結構大きめサイズのアナログキューブが入ってます。ワンボックスに10種類ですね。重さはすごい軽いんですけど、1個のサイズはちょうどつまんで持てるぐらいの絶妙なサイズです。説明書を見ると、キューブの種類とか使用前の準備が載ってます。キューブタッチアプリは無料です。では街の方も開けましょう。同じように中にはキューブが10個入ってて、カラーと絵がさっきと全然違いますね。では遊んでいきましょう。アプリをダウンロードしたらポチッと起動。はい、そうするとキューブタッチって書いてあって、真ん中にミニゲーム、左側に街、右側に生き物、どっちで遊ぶかで使うキューブが違ってきます。まずはどっちのキューブを買っても遊べるミニゲームをやりましょう。はい、5種類のミニゲームが入ってて、卵運び、エイリアンハンター、ガチャ、塗り絵、モンスターミキサー。タップすると使うキューブが出てきますから、遊び方をタップすれば、はい、直感的にわかるように文字が一切ないですね。では行きましょう。スタート。ステージ1。そうすると卵があって、これタッチしたりスライドしても全く動かないんですけど、ここにキューブを置くと、はい、ゲームが始まります。これで卵を持ち上げながらゴールまで持っていきます。このアナログな感じが意外といい。触っても反応しないんですよね。はい、どんどんステージが進みますから、それに合わせて持ち上げて、ここが、はい、ゴール生まれました。はい、コインを1枚ゲットしました。これは後で使います。別のゲームもやりましょう。今度はガチャ。さっきコインをゲットしましたから、ガチャを回しましょう。遊び方。コインを入れて、これを動かすと。はい。スタート。コインを、で、回します。ああ、こういう感じね。出た。はい、靴や、お店をゲットしました。もう一枚。で、回します。おー。回してる感じがすごい。エイリアンオレンジ。コレクションを押すと、今ゲットしたやつが見れますね。青いドアのお店。では次は、エイリアンハンター。遊び方は、これで跳ね返すと。オッケー。この説明がわかりやすい。ああ、弾くんですね。これでエイリアンを倒していくと。面白い。はい、2コンボ3。ちゃんと跳ね返るように向きを考えながら、お、危ない危ない。すごい量、すごい量。お、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 火の玉、火の玉、火の玉、火の玉。ゴールかな？はい、クリア。ミニゲームをクリアすることにコインがもらえるんですね。ゲームの種類によって使用するアナログキューブは変わります。では、キューブタッチ街を使って遊びましょう。では、街をタップして、遊び方。はい、文字はありませんから、自分で理解してゲームを進めます。港町。おそらくこのマーク関係のお店をここに作るんですね。町の方はこういうキューブがついてますから、これに合わせてキューブを置いてみましょう。お店とか遊びとかモニュメントいっぱいありますね。まずは家置きます。ドン。はい、チェック入りました。お店かな？はい、靴屋出ました。では次は、野球ボールは施設かな？工場。警察。なんだろう。ん？あ、違いますね。モニュメントは？あ、来ました。公園ですね、これ。こうやって自分で考えながら、正解を見つけ出します。意外と大人の僕でも、考える感じ。あ、服屋さん来ました。遊び。あ、
来ました、ドーム。はい、これで街が完成しましたので、ミニゲームができます。使うキューブは手とびっくりマークのアクションキューブでは、スタート。はい、綺麗にして、拭いて拭いて拭いて、はい、綺麗。次拭いて、あ、これで飛ばすと、あー、なるほど、あー意外と難しい。微妙に使うシチュエーションが違うんですね。こんな感じでどんどんステージが増えますし、いろんな街がありますから、なかなかボリュームありますね。そして追加のミニゲームも結構面白いです。では次はキューブタッチ生き物で遊びましょう。生き物をタップして、遊び方、直感的な説明が載ってますから、これを読み取って遊びます。キューブ同士を組み合わせて動物を作って、さっきの街同様ミニゲームを開放する感じですね。では行きましょう。もうある程度遊んだんですが、森と草原はこんな感じになってて、この吹き出しの中にある、寄りましょうか。虫眼鏡をくるっと回すと寄れます。はい、この動物を組み合わせて作るんですね。とりあえず2つは作りました。いろんな吹き出しがありますので、あと1個で完成の、これを解放しましょう。ウサギを作れば OK。小さいキューブと、ウサギといえば、装飾。適当にボンと作っても、ウサギは現れませんので、この辺だと羊が出ます。ウサギが現れそうな場所を探して、キューブを組み合わせます。この辺かな？はい、来ました。ウサギ。これでミニゲームが解放されましたので、ポチッと押すと、動物キャッチ。遊び方は、空、肉食、草食。動物キャッチ、スタート。はい、鳥。空キューブを使って、鳥をどんどんゲットします。すごくクイックに反応しますね。トントン。そして、お、全部、どん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 一気に来ました。ゲットしました。コインを1枚ゲット。こういうミニゲームができますね。別のステージで動物を作りましょう。雪原。ペンギンとクジラとワシかな？そして、アザラシとクマとキツネ。いっぱいありますね。4パターンの組み合わせで動物を作る感じ。なるほど。簡単そうなやつからいきましょう。大きいのと魚。場所は、どの辺かな？この辺かな？海かな？クジラ来い。あれ？サメだ。この辺？イルカ。この辺かな？はい、来ました。クジラ。次はペンギン。ペンギンはもう氷の上でしょう。小さいのと、空。あれ？コウモリだ。この辺かな？ペンギン。ペンギン来い。はい、来ました。ペンギン。三つ目は、大きいのと、空かな？フクロウ。フクロウ。ちょっと場所を変えて、あれ？出ない。この辺？あらら、沈んじゃった。この辺りかな？はい、来ました。三つ揃いましたので、ミニゲームが解放。こんな感じで、動物をどんどん作って、ミニゲームを解放すれば、いろんなゲームで遊べます。キューブを使うっていうスタイルは共通してますけど、遊び方が全然違いますから、どちらも結構頭使えますね。はい、ということで、タカラトミー、ジョジョ、キューブタッチを紹介しました。タッチパネルだけを使った教育アプリはたくさんありますけど、あえてデジタル的なタッチパネルプラスアナログ的なキューブを使って組み合わせて遊ぶ感じは、なかなか新感覚でしたね。手に持てるっていうのは、プレイしてても楽しいですね。とりあえず、街も生き物も遊べば遊ぶほど様々なミニゲームが開放されますから、いろんな形で遊べます。キューブタッチのアプリの対応機種などは、下の説明文に貼っております。以上、タカラトミー、ジョジョ、キューブタッチの紹介でした。